ライムンド・ドレーモンド・フレデリック・エリンクスは、イギリスのバス・バリトン歌手、ロンドンの生まれ。ロンドン大学に進学後、1949年から1953年にかけて、アントウェルペン、ブリュッセルやバルセロナなどに留学し、ジョバンニ・バーディ、サミュエル・ボルシントン、ビダ・ハーホードらに声楽を教わる。留学中の1950年に、ベルギーで初舞台を踏み、 1957年から1967年までサドラーズウェルズ劇場のメンバーとして歌った。1968年にはマイケル・ティペットの真夏の結婚の上演にフィッシャー王役で出演してコベントガーデン王立歌劇場でのデビューを果たす。1970年にはティペットのノットガーデンの初演でファーバー役、さらに1972年には ピーター・マックスウェル・デイビスのタバーナーの初演でホワイト・アボット役1976年のハンス・ベルナー・ヘンツェの我らはこの川に来るの初演で知事役をそれぞれ演じた。ライムンド・ヘリンクス・ディスコグス・ハット・ p r a b o o k c o ドット・コム・ハット・リムンド・ヘリンクス2017年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年9月7日閲覧 リムンド・ヘリンクス、2017年9月7日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年9月7日閲覧、ありがとうございます。